名護日記。階段を抜けた先の降っている雨から気づく。改札前に人がいる理由を。雨が何よりもの証明。西条名護のねむねむタイム。西条名護です。この番組はデジタル声優アイドルグループ7分の22の無口な関西人西条名護がお休み前のねむねむタイムにちょっとだけおしゃべりする番組です。はい、なんか私結構天気予報をあんまり見ない類の人間なんですけど、最近こう雨が降ってるかどうかを確認する方法があって、改札に人がいたら雨降ってるんですよ。人がいるっていうのは普段より、なぜかっていうと、多分こう帰ってきた人とかに傘を渡すためとかで、お出迎えみたいな人が結構いて、なのでこう出る前に、あ、雨降ってるんだなってそこでこう結構最近判断してるんですけど、いや私あんまりこうお姉ちゃんに傘持ってったことないなと思って、だからあそこにいる人たちって結構ほんと手ぶらで傘だけ2本ぐらい持って、だから本当に来た人に傘を渡してそのまま一緒に帰るんだなっていうのが分かるので、本当に優しい軍団だなと思っていつも見てるんですけど、いや私どうなんだろう、すっごい豪雨だったら迎えに行くのかなお姉ちゃん。いや豪雨こそ行かないな強ければ強いほど行かないな、多分だって出たくないもん私逆でも言わないと思うな、迎えに来てって一緒濡れで帰りますねなんか普通に 100% お姉ちゃんが家にいるって知ってたら頼むかもしれないけど、基本は己の責任って感じで二人とも生きてますけど、でも忘れ物は結構届きに来てもらいます結構家出ちゃってあれ忘れたみたいな、とか一回ここでも言ったかな、お姉ちゃんが忘れ物取りに来てくれて、でも私はもうリハ室まで行っちゃってたので、お姉ちゃんがわざわざリハ室まで来てくれて、でまあ振付師さんも名護のお姉ちゃんみたいになって、ちょっと見ていきなよみたいな感じになって、最終的にちょっとリハ参観みたいになったんですけど、忘れ物なら届けに行くかな私もお姉ちゃん。雨でだから行ける人がすごいなと思って、最近皆さん家族が雨に降られそうになったら行けますか私は行けないです